今日は12月31日ですね。大晦日ということで、広がるスカイプリキュアが1月の後半の方で作品が終わるということで、そろそろ売りに行こうかなというふうに思って、こちら、ここね、プリキュアの店で買ったこの冊子の袋、この中にね、売るものが入っているのでご紹介しますね。いくらで売れるか、はい、毎年恒例じゃないんですけども、来たいと思います。まず去年サンリオショップで買った、まあ、これはもう今使ってないんでね、あれキティちゃんのタオルと、あとはこれ映画で買ったのかな、広がるスカイプリキュアのタオル、はい、タオル。それから、まあ、これ塗り絵でもこれ売れるのかどうか分かんないんだけどさ、1個塗ってあるんです。買い取ってもらえんかもしれない。これはブックオフだね。うん、このパンフレット、オールスターズのパンフレット、はい。まあね、ちょっとスパイファミリーもね、映画見たいんですよ。まあ別にアニメファンをやめてるわけでなく、まあ、プリキュアが終わってしまうということで、早めにね、買い取りという感じで、バタフライのフィギュア。これはまあ、はい、こんな感じで箱にこう入れてあります。これとはブックオフじゃないが、お宝倉庫で入れちゃう。置いた後これ、スカイ。それから、プリズムのフィギュア。うん。で、あと、まあ、ミュークルンドリーミーなんかもちょっと売ろうと思って、ミューちゃんのぬいぐるみ。はい。これずっと残してました。あとは、はい、ポーチ。うん、まあ、ミュークルはもうだいぶグッズないんで、放送終わっちゃってるから多分ここら辺の値段低そう、はい。あと他はプリキュアのウェハースとかカードグミとかそういうのも買ってたんで、まあ、ちょっと若干ハリケンジャー入ってますけど、はい、まあ、ディエンドも入ってますけど、うん、まあ、プリキュアの、はい、こちらのやつ、これちょっと売れるか微妙に分かんないんだけど、このハッピーセットで買った DVD、 これば、だから倉庫じゃないんだ、ぶっこくかな。まあ、ギーツのやつ。俺もね、ちょっといらないんで。で、あと、これ、多分買い取ってもらえない可能性もあるんだけど、キューティーストアの袋。うん。あとは、プリキュア店の、はい、トロピカルージュのやつ。そして、未開封品のピュア、プリズム。それと、二人はプリキュアの、こちら。ガチャガチャ。と、プリキュアの色紙。はい。プリキュアの色紙。これ、劇場で買った。やつ、全プリキュア店と未開封品のキュアプレシャスとプリズム、これ プリキストア、ドキドキプリキュアの台座、はい、シナマ限定のマシロさんのストラップ、プリキストアのやつ、マシロさんのキーホルダー、まあ、未開封品のブラッツストラップ、あとは、はい、マシロさんのやつ、あとプリキュアのシール、カード、そして限定、劇場限定のやつ、これね、大掃除なんで今日ついでにいいかなっていう、ちょっと机拭いたりもしたいんで、はい、これとこれと、これもね、ガチャガチャだね、全部プリキュアの、はい、ガチャガチャ、トロピカルイージュのカードで、裏がメンバーたちで、はい、これミラクルライト、こちらですね、エルちゃんのやつと、アゲハさんの未開封ということで、計こんだけあるんですよ。こんな感じ。まあ僕がどうして売ろうかなと思ったら、もう最近でプリキュア2024でも借りて買ったんだけど、最近でプリキュアというよりはもうこういう服とか布袋さんの DVD とかそっちの方がすごく好きになりまして、まあプリキュアはいいかなと思ってね、まあ、大人プリキュアもちょうど今終わって、まあヒロプリなんかも1月ので後半あたりでもう終了すると書いてあって、でもう次のやつが始まっちゃうんですよ。だからでも多分次のプリキュアはもしかするともうはまらない可能性があると、ひらがなだし全部なので、どうせなら放送終わる前に買い取りしに行こうかなと思って、まあ真白さんのことはまあ好きですけど、もう買い取りしようかなというふうに思って今回こういう動画撮ってます。でもしもいくらで売れたかというのがあったらまたお送りしたいと思います。それでは、あ、ウルトラマンの袋もちょっと売りに行くか。では、はい、12月31日、大晦日なんですけども、今日ブックオフに行ってきた売れた金額を発表します。まずですね、 DVD 仮面ライダービルドの DVD とか、ゆうとりでハッピーセットで出てきた DVD、 それとプリキュアのパンフレット、売った金額はなんと20円でした、うん、安いね。はい、まあ20円はまあ納得できるかなっていう値段でしたね。そして本題のあるホビーおもちゃ、まあプリキュアのグッズも含めて売れた金額が
2570円です。ま、2570円、売れたのがまずホロライブのタペストリー、これが750円だったんですけど、他のミュードリの塗り絵とか、うん、あとはもろもろキューティーフィギュアとか売れた金額はね、500円、400円、300円、320円、計合わせれば900、1000、1200円、1300、1500、1700、1720円ってことで、プリキュアだけでも1720円で売れました。まあ要はあれだね、全プリキュア店の限定のアクリルスタンド、開けていないやつ買ったけど、まあ、コレクションするために開けずにやったキュアプリズムの缶バッジだったとか、そういうものを買い取りした結果1820円で買い取ることができました。うん、一応はまあホロライブをあれですけど1800円で買い取りができたということで、まあ僕はスパイファミリーの映画を見に行きました。まあ映画台に行きましたね今回。というわけで明日は1月1日なんですけども、まあ月曜日かな、今日曜日に撮ってる動画なんです。というわけでまあ本当に買い取りができてよかったなというふうに思いますね。まあ自分のね、まあ掃除のためにも今回買い取りしてよかったです。まあ結局ね大掃除できなかったんですけども、まあ、片付いてよかったなというふうには思います。というわけで今日はこの辺で終わります。皆さんね、大晦日ゆっくりしてください。あと1時間でね2024年が始まるのでよろしくお願いします。というわけでね、まあ動画があるのは今じゃないんですけども、お願いします。では終わります。さよなら。